発見 TV プラス、どうも森本健太です。先日湯崎知事が会見を開いて、今後広島県が目指す大きな方向性を示しました。そこで今回のテーマは気になりますね。広島未来チャレンジビジョンの改定をこの度行いました。広島未来チャレンジビジョンは、広島県の目指す姿を県民と共有し、一緒に新たな広島県づくりを進めることを目的として、平成22年10月に策定、おおむね10年後の県民みんなで目指す姿を示している。今年策定から5年が経過。この間、広島県を取り巻く社会情勢も大きく変化。そこで、これまでの取り組みの成果や変化の兆しをより確かなものとすべく見直しを図った。これからの5年間、広島の強みを生かした3つの視点で取り組みを進めていく。どんな視点なんでしょうか。その一つが、チャレンジ精神やフロンティア精神にあふれた県民性を生かしたイノベーション。さまざまなアイデアを持った人たちによって、新たな価値が次々と生まれる活気ある広島県を目指す。経済分野をはじめ、あらゆる分野でイノベーションを起こすチャレンジを応援していくぞ。新しい可能性を感じますね。次に、ファミリーフレンドリーな環境の整備。女性の社会進出や労働環境が変化する中、誰もが希望する家族像を実現できるよう、出会い、結婚から子育てまでを切れ目なくサポート。さらに、保育、教育や医療など生活の基盤となるサービスを充実させ、誰にとっても暮らしやすい街を実現していく。安心して暮らしを楽しめるっていうことですね。そして、都市と自然が近く、どちらの魅力も満喫できる環境を生かした都市と自然の近接ライフ。自然豊かな地域に暮らしながら、ちょっとショッピングやスポーツ観戦にというように、都市と自然を短時間で移動でき、両方をスマートに楽しむことができるライフスタイルにさらに磨きをかけていく。これね、東京の人は羨ましいでしょうね。仕事の充実で、暮らしが豊かになり、暮らしを楽しむことで、仕事の成果や生産性は一層上がります。このような好循環を生み出し、県民の皆さんお一人お一人が仕事や暮らしへの希望をどちらも叶えられると感じられる、そんな広島県を作っていきたいと考えています。県では、県民の皆様と一緒に目指す姿として、仕事でチャレンジ、暮らしをエンジョイ、活気あふれる広島県を掲げ、仕事も暮らしも充実した欲張りなライフスタイルを実現するため、さまざまな取り組みを進めていきます。なるほど、広島ならではの欲張りなライフスタイル、一緒に実現していきたいですね。広島県からのお知らせです。11月1日日曜日、広島県 JA ビルにて広島教育の日フォーラムを開催。講演に加え、先進的な特色ある取り組みを行う高校生などによる高校生サミットも開かれます。11月8日日曜日、県庁にて介護のフィフェスタ in 広島を開催。福祉・介護の仕事や商品を体験するブースやグルメコーナー、ステージなど楽しいイベントが盛りだくさんです。次回も水曜夜をお楽しみに。